武道館3日間ありがとうございました。久しぶりのリップグロス、可愛いですね、 T シャツが。3日間早すぎてあっという間でした。明日は僕隊なんですけれども、まずはねちょっと振り返らせてください。ありがとう、しゅんちさんお疲れ、たくさんありがとう、こちらこそ来てくれてありがとう、ツイッターも載せてくれてありがとう、けいさんもくろみちゃんありがとう、お疲れありがとう、翼欲しいさんもくろみちゃんありがとうございます、お疲れありがとう、ドクターたけさんもくろみちゃんありがとうございます、嬉しい、ありがとう、はい、ちょっと差し入れを食べ過ぎて眠いのですけれども、お話しさせてください。ちょっと待ってくださいね、うん、その前に少々お待ちを。なんかさ、画角が、はい、武道館3日間ありがとうございました、楽しかったです、とってもすごい、来てくれた方ありがとう、本当に。本当に本当に3日間ありがとうございました。とってもみんなのおかげですごく楽しかったし、こんなにも心強いファンの方がたくさんいる AKB って絶対ね、まだまだね、上のステージに向かっていけるって感じましたし、あとは18期生募集もうこのタイミングなんて思ってなかったんですよ、まあ、なんかしらコンサートだから発表はあるのかなっていう気持ちではあったんですけど、まさか18期の発表があると思ってなくて、まあ、正直めっちゃびっくりびっくりしたし、やばってなりました。そう、やっぱなんかドラさんだからさ、どういう反応、涙は出てこなかったんですけど、その焦りもありますし、やっぱりどんどんこう若い、でも若い力って本当にすごいと思うから、やっぱりここで勢いづいてみんなで頑張るぞっていう一致団結もすごく必要だと思うし、私たちももっとなんかこうさらに自分の強みとかを見つけて、自分のポジションをちゃんと見つけて、その目標に向かって進めるように頑張んなきゃなっていう気持ちになりました、改めて。今日目の前で好きだと打って話してくれて、あ、打った打った、覚えてるよ、魔法師なんだね、打ったよ打ってって書いてあったから、そう、ありがとう、くろみちゃん、白にゃんこさんもくろみちゃんたくさんありがとう、嬉しいよ、ありがとうございます。あはしまさんもお疲れありがとう、嬉しい、オツです、うちわがたくさんあって本当に嬉しかった、私のうちわめっちゃ見つけたよ
まあ、探したんだけど、もちろんその私のうちは持ってくれてる方どこにいるかなって探したら、今日も結構見つけて、いろんなところにやっぱ点々としてて、で3階あ違う2階のあなんだっけ2階のスタンドの2階か、スタンドにも1階2階あるらしくて、スタンドの2階の方も私のうちは持ってくれてて、ちゃんと奥まで見えるんですよ武道館だから、めっちゃ見えた。あーでもやばい、元気でもちょっと髪の毛がボサボサなのは許して、もうね取れちゃった、ここら辺とかピンが。サンリオイベント今日までです。おありがとう、サンリオイベント達成できたら嬉しいな。ラストスパートちょっとみんなお願いします。くろみちゃん欲しいもんだってアバター。アハシマさんもクロミちゃんありがとう、嬉しい、優しい、ありがとうございます、優しい人だ。下手に来てくる2階席のペンダ、気づいたよ、ありがとう本当に。本当に気づいた。今日は上手も下手も行った気がしますね。ちょっとハイライトが多すぎるな今回のコンサート。グーさんもありがとう、いろいろ、クロミちゃん、ヒロもクロミちゃんたくさんありがとう、嬉しい、とってもなんかメールの返信もありがとう。うん、武道館意外にステージ近かった、あら近い席だった、それとも普通にスタンドからも近かった。でも私もね武道館にこうファンとして見に行った時にめっちゃ距離近いなって思ったの。だからさ意外とこう近いですよね、なんて言うんだろう、奥行きがそんなにないっていうのかな、ステージはめっちゃ広いんですよ、でもなんか奥行きとしてはそんなに超広いとかじゃないから結構見やすい気がする。そうでね、今日はまあ私のね親が見に来てたんですよ、でおばあちゃんも車椅子で見に来てくれて、そうでもね会ってないんだけど、そう珍しく。で今日はまずオープニング出て、次チーム A のブロック出たんですよ。でチーム A がまあオープニング終わって MC 挟んですぐだったから、こう早着替え頑張って出たんですけど、それでただいま恋愛中となんかちょっと急にを披露させていただいて、ただいま恋愛中はずっとやってみたかったんですよ、なんか今の A っぽいというか、今でもね緊急性公演でやってる楽曲ではあるんですけど、が A でやってみたいなって思ってたから、なんかできて本当に嬉しかったし、あのアハンってやつどこにいてもって、そうでもちょっとね振りがなんか2グループに分かれてるから、それが結構惑わされないか不安でしたけど、本番は大丈夫でした。え私全然さ見つけられなかったんだよね、なんか車椅子なんか親、あ分かった、みんなが分かってんの、私分かんなかったんだけど、どこにいるのか分かんなくて結構探したけどもう分かんないからって思って近くの上の方のファンの方見てた。
そう、結構なんか正面よりもなんか自分が抜かれてるって分かってる時はカメラ見てたけど、そうじゃない時はあの上の方見てました。2階席っていうのかな。ちょっと今日ほんと髪の毛がボサボサでちょっと無理。暗い、ちょっとしかも部屋が。結構カメラ抜かれてた。本当に全然わかんない。自分で抜かれてました。カメラ決まってた、決めてた、ちゃんと顔。え、不安な顔してなかったですか。でも私が一番嬉しかった話していいですか。一番嬉しかったのはあのなんかちょっと急にでひとみさんと歌い出しをさせていただいて、ダブルセンターなのかな、立ち位置的には。それが本当に嬉しくて、なんかやっぱりすごい、ずっと韓国で活動されててパフォーマンスも本当にすごくて、こうリハの時からすごく、もうなんかやっぱり間近で見ると本当になんか素敵なんですよ、パフォーマンスが。だからすごく頑張らなきゃっていう気持ちにもなりましたし、やっぱ当日本当にね嬉しかったの、とにかく一緒に歌い出しがさせていただけたことが。ちょっと本当に髪の毛がボサボサだわ。マンさん、ナナさん、かわいい、ありがとう。やった。今日もメイクかわいい。今日は薄かった、メイクでも。途中でなんかメイクしてないとこいっぱいあることに気づいた。で、武道館でこうファンになってくれた方が一人でもいてくれたら嬉しいなって思いながら全体曲とかもやってました。やっぱりさ、ちょっと端っこめじゃないですか。1階ではあのその平場ではあったんですけど、端だったのでより目立てるように大きく楽しそうに踊りました。楽しかったんだけどね、実際に。顔が好き、ありがとう、嬉しい。ちょっとでも食べ過ぎた、差し入れを。カップケーキもいっぱい食べちゃったし、マカロンもいっぱいいただいたし、なんか親が持ってきたチョコレートも、あ、これ親持ってきてるから、しかもなんか結構あった、なんかあったからいっぱい食べちゃえと思って20個ぐらい食べて最悪でもまあ全然ね、まだ余ってたんですけど食べて、もう、あとね、青井マルシンさんの天ぷらめっちゃ好きなんですけど、青井マルシンさんの天ぷらのなんか巻物、なんか恵方巻きみたいなのがあって、それも食べて、あともみじまんじゅうも2個食べて、りんごのカスなんかもうなんか覚えてないぐらい食べた。幸せ、お弁当も食べた。そうだからちょっと明日衣装入るか怖いんですけど、私イカ水なので、もうとにかくあの自分のお腹をグーって下に押せば全部食べたものがこうあれなんですよ、胃袋の下の方に行ってくれるので、衣装入るんですよね。だから下っ腹がぽっこりしちゃうんですけど、そうめっちゃ胃下垂って時にありがたいんですよ。あんまりいいことじゃないと思うんですけど、可愛いてか、このごめん全然すごい会話が飛び飛びで申し訳ないけど、リンさんのセンスが天才ですね。久しぶりのリップグロス可愛い。この T シャツはいただけたので、今までの T シャツってもらえたのかもらえてないのか覚えてないんだけどさ、私どこやっちゃったんだろう、もしもらえてたら。これ明日着ちゃおっかな。でもな、汗が染み込んでる。
お疲れありがとう。プリンもありがとう。嬉しいよ。差し入れ半端なかった。半端なかった。し、あの差し入れの前のなんか差し入れがこう後ろに真後ろにあって、そこの一番近い席にいたんです、差し入れに。だからもう食べ放題みたいな、もう一日中食べ放題ですよみたいな状況でさ、もうそんなのなんか本能的にさ、やっぱさ甘いものとか食べたくなるじゃないですか。だから取らずにはいられなくてずっと食べてた。でも大丈夫、私はちゃんとジム行きます、明後日から。し、あのコンサート前もずっとジム行ってたから大丈夫、戻る。多分1キロぐらい太ったけど戻るって信じてる。油そばよく覚えてるね。油そば食べたいけどちょっと差し入れ食べすぎたから我慢するわ。今日も誘惑の場所、そうてかね、あの3日間一緒だった。3日間茶家の隣でした。茶家と一生喋ってました。もう何喋ったか分かんないぐらい一日中喋ってた。一日中一緒にいたね、茶家とは。同じチームだからさ、出る曲も同じことが多くて、同じ曲が多くて、ずっと出はけも同じところだったかな。だからすごいね、ずっと一緒にいた。そう、懐かしい合宿の時の話とかしましたよ、ドラさんのここでなんか茨城のあそこで合宿したよねとかって一緒に話して楽しかった。まさとかわいい、たくさんありがとう、嬉しいありがとうございます。尊いありがとう。明日昼公演行きます、楽しみ。お、ちょっと下っ腹ぽっこりしてたらごめんなさい、差し入れ食べ過ぎました、懺悔します。ね、またコンサートができるように、そしてコンサートができた時になんかこうね、ステップアップ自分ができてるように頑張りたいし、もっともっとなんか一員として何か力になれる要素を自分で見つけていかないといけないし、やずかちゃんの僕タイ見るの久々すぎて湧いた。え、そうだよね、めっちゃ久しぶりだよね。明日お手紙とかとか届けるね。お、とかとかお手紙とかとか嬉しい、待ってる嬉しいよ、感謝。みんなツイッター更新したから見てね。かわいい、ありがとう。くるみちゃんありがとう。さやかちゃんお疲れ、たくさんありがとう。うちわで見つけた、今日最後どこだっけって、え、最初から見つけてたけど最後も目合って嬉しかった。ちょっと明日の予定だけ見ますね、すいません。明日が何時かだけ見させてください。ほう、頑張ろう。ちょっと2回ですよ明日、嬉しいね。
でも多分私は寝る気がする、昼と夜の間。コミさんと初めて出る僕対公演、 A はこの間初めて私が違うポジションをした時に一緒に出れたんですけど、僕対は初めて出るの。なんちゃんかわいい、ありがとう。3日間本当にありがとう。あんな素敵な感じでキラキラしてる場所が見られて、嬉しい。なんかこんなにいっぱい大勢メンバーがいる中で見つけてくれてるのが最高に嬉しいし、やっぱうちわめっちゃ嬉しい。本当に心の底から嬉しかったです。いろんなうちわ持ってきてくれてて、もちろん手作りのうちわもそうだし、私の今回のツアーのうちわ持ってきてくれてる方も、昔のうちわの方も、この夏の福袋のうちわ持ってきてくれてる方もいたし、ペンライトもね、ピンク紫見つけやすいですし、ありがとうしかないです。だからみんなもゆっくり休んでね、お風呂使って温まって、寒かったので3日間すごく。マン37さん、クロミちゃんありがとう、嬉しい。今日クロミちゃんラストデーなので嬉しい。夏の黒で当たったゆずちゃんの直筆うちわ持ってくね。それってさ、私なんて書いてあった？サイン？なんかね、手書きのうちわ確かに書いたんですよね。書いたよ、うちは。でもどんなイラストにしたかちょっと忘れちゃった。リップクロス。みんな3日間の中でどの髪型が一番好きでした？今から写真を見せたいと思います。あ、無理だまだ写真がこっちの携帯に来てなかった。明日のお昼公演、彼と行くね。お、彼人、実質デートね、公演デートね。ちょっと違う方の公演デートね。オッケー。ちょっと盛り上げます。かわいい、ありがとう。クマ人気だな。マジでクマしかいないじゃん。で、私もそう思ったんだけど私もクマが一番可愛かったと思う。自分もそう思います。あとちょっとね、前髪がちょっと恋しくなってきた急に。でもね、今日ね、トムさん、ちょっと待ってください、ちょっと待って、これで大丈夫かな。ちょっと待って、古いあのさ、古い携帯でやってるんですよ今。あ、ちょっと綺麗になったかな。
オッケー、綺麗になりました。芋ありがとう。しっかり見つけました。可愛かったです。ありがとう。嬉しい。大輔くんさん、くろみちゃんありがとうございます。嬉しい。で、ちょっと今話そうと思ったことがあって、私ずっとね、トメさんとこうお話しさせていただきたかったんですけど、まあ、自分が人見知りなのもってなかなかお話しできなくて、で、最近こうサンジャポ、トムさんが出てる回毎回見てたんですよ。それもなんかちょうどジム行ってる時間帯にサンジャポが流れてて、ランニングマシンで走りながらそのトムさんのサンジャポをずっと聞いてたの。私なんかサンジャポとかってさ、結構さ真面目ななんかこうニュースとかを取り上げるじゃないですか。でもそんな中でこうめっちゃ難しいじゃん、意見するのとかって。でもなんかそういう難しい話題とかでもこうちゃんとなんか自分の切り口で意見とか述べられてるトムさんがまず本当にすごいし、あとはもう顔の綺麗さにも見入っちゃってたし、そう、それをねちょっと伝えられたんですよ。でなんか最近めっちゃ大人っぽくなったよねってリハの時に見てすごい思ってたんだみたいな言ってくださって、めっちゃ嬉しかったんですよ本当に。めっちゃ嬉しかったです。だからなかなかこうチームが違くて喋る機会がないので、トムさんが AKB にいる間にもっともっとお話ししたいですし、なんかすごくなんかメンバーとかの相談に乗ってる姿とかよく見るんですよ。だからすごいなんか本当に自分の意見とか芯とかしっかりしてそうですし、なんかカウンセラーさんみたいな感じします。そう、サンジャポ見てます。トムさんが出てる回。今日武道館行く予定だ。具合悪くて行けなかった。チケット取ってたのに来れなかったってことですか？それはちょっと悲しすぎる。でも大丈夫？体調どういう体調の悪さだろう、心配。くろみありがとう、嬉しい、優しい。武道館1名1名行きました。黒髪ストレート似合いすぎて、すごく嬉しい。初見の方かな、ありさちゃん。すっごい嬉しい、見つけてくれたの。やった。しかも双眼鏡で追ってるぐらいだからすごい見ててくれたんだね、ありがとう。そう、全体客は割と端っこの花道にいましたね。花道がなんか仲いいメンバーが多かったの。さやりんさんとかゆうなさんとからんちゃんとかもう一面みたいなメンバーだったから、そう、踊りながらめっちゃ喋ってた。楽しくなっちゃってさ。しかもさ、草原の奇跡、らんちゃんとかってもうテンション上がると本当に面白くて、いや最初から面白いんですけど、なんか合唱団みたいな歌い方してて、そう、絶対聞こえないことをいいことに草原の奇跡でハモってましたよ。マジおもろかった。楽しかったです本当に。
だからこういうのはね、なんか多分双眼鏡とかで見てくれてた人はわかると思うんですよ。もうなんかふざけてるなとか、すごいここ何の会話してんだろうなとか、そう、たわいもない楽しいやり取りをしてました、端っこの方でマジ楽しかった。明日頑張ろう。ん、台本のミスを見つけた。ん、明日、うん、ミスだね。10月10日僕の太陽公演、明日のメンバーはひななさん、らんちゃん、あやめいさん、きあらさん、まなみさん、あみさん、こみさん。え、めっちゃ K、 めっちゃチーム K ですね。元チーム K で言ったら 1,2,3,4,5,6 人、キアラさんと私だけ元チーム4。すごいダンス、え、明日ダンスバキバキすごい、頑張ろう、より頑張ろう。僕に起こった奇跡、惹かれ合った心、草原に風が吹いた、愛しい人よ。いい曲ですね、草原の奇跡は。通い慣れた道の先に、合ってる歌詞、やばい、ちょっと街角のパーティーを入れました。めっちゃいい曲。今回あのなんだっけ、だるい感じと街角のパーティーを新たに私のプレイリストに入れました。めっちゃいい曲。僕に起こった奇跡、ありがとうケロッピもクロミちゃんも。惹かれ合った心、草原に風が吹いた、愛しい人よ。明日から私はきっとニキビがたくさんできます。チョコレートをたくさん食べたので、まあ一旦ね、武道館まで肌管理頑張ったから、一旦ニキビ作っても次のコンサートまでには治るでしょうきっと治るはず。丘の上、じゃん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 。
なんか君のことちょっと好きかもって急に思っちゃったりして変だな。だって昔からずっと知っているのにただの友達だもんね。だっけ、そこ歌割りじゃないからちょっと歌詞が分かんないけどね。え、街角のパーティーみんな良くない？多分初日に K が歌ってたんですよ、多分初日。ちょっとさ今歌詞見るわ。ちょっとね歌詞がいいんですよ本当に。曲調もすごく私は好きなんですけど、何よりも歌詞が今の世界情勢に合ってる。歌詞読み上げよ歌詞読み上げタイム。私が好きなところは、まあ、サビですね。世界中の街角でパーティー始めればいいのに、肌の色だって言葉の壁だって宗教だって関係ないよ、愛を歌って踊ろう、これが本当のピース。よくない？めっちゃこれ2番かな、2番が好き。あと睨み合って争うよりもさあ消火栓を開けてシャワーの中で言いたいこと全部吐き出せば裸にもなるさ、どこかのニュースショーが取り上げる真夏の微笑ましい風物詩、大国の軍事訓練なんかよりも愛の抑止力、メッセージできる気がする。世界中の街角でハッピー広がっていくはず。性別も年齢もそんなのどうでもいい。水をかけてかけられてみんな同じ人間。ちょっと水をかけてかけられてはちょっとよくわからないけど、でもわかる。なんか楽しそうななんか情景が浮かぶじゃないですか。こういう歌詞が好きですね。歌詞が優勝してる。そう、 K の曲あの公演でやってるらしいんだけど知らなくて、 K の公演もさオンデマで見たはずなのになんかこの曲聞いたことなくて、普通に初めてリハでやってた時に聞いてめっちゃ歌詞ええやん。しかも K のみんなめっちゃ楽しそうに踊ってて、しかもソラノンがね目立っててめっちゃ素敵だったのよ本当に。できすぎました、うん、くろみちゃんありがとうございます。嬉しい、ありがとう。うん、世界中の街角でパーティー始めればいいのに、肌の色だって言葉の壁だって宗教だって関係ないよ、お愛を歌って踊ろう、これが本当のピース、これが本当のピース。うん、サンリオ今日まで、そうそうそう。だからみんな、クロミちゃんお待ちしてます。言いたいこと全部吐き出せば裸にもなるさ、ありがとう。クロミもシナモンもありがとう。
でも今回のコンサートでこうメンバーとたくさんおしゃべりしましたね。ちょっと17期の気になった平田由紀ちゃんともお話をして可愛かったです。とりあえずまたここから自分磨きを頑張ります。あ、そう、下手で隣だった。よく見てくれてる見てくれてますね。うばめ取った、私の、嬉しい、本当にありがとう。うばめでもね、多分ね今日遅れてないんですよね。ごめんよ、明日遅れね、絶対待っててね。てかちょっとね、空気が乾燥しすぎてて喉がやられちゃって、みんな結構喉がやばいって、風邪的な喉の痛さではなくて乾燥の方、急にさ気温が変わったりさ、この気温差とか空気のあれで喉がだいぶやられてしまったので、明日の生歌やばいですけど頑張ります。絞り出す日暮らしレアです。逆に明日はじゃあ日暮らしの音程気をつけますね。いつもちょっと音程が私微妙なので、ありがとう。確かに高野祭みたいな感じだね、文化祭。文化祭の高野祭とか行ったことないんだけど、そういうのってあるのかな。じゃあ昼公演行きます。お、待ってます、見つけます、レースします明日来てくれる人どんぐらいいます、教えて、ちょっと知りたい。明日公園行くよーって人教えて教えて。でもさっきコメントしてくれた人は分かった。お疲れ、ありがとう。かねやんさんもお疲れ、くろみちゃんありがとう、嬉しい、ボツです。武道館と劇場キャパ違うジェットコースターになりますね。いやでも、うん、まあ私キャパで言ったらね、でも変わらんよ、変わらんし、なんかやっぱコンサート後だから余韻に浸ったままやるからさ、いつもとはちょっと若干違った空気感の公演になりそう。てかさ、こういうコンサートのさ撤収作業とかさ
すごい早くてびっくりする。もう私たちが終わってこう、まあモニターがついてるんですよ、ステージ上に。モニター見てたらもう撤収してて、しかもすごいスピードで。だからああいうのってさ、ほんとすごいよね。すごい、結構大掛かりなステージじゃないですか。 LED とかさ、あの装飾とかも。ほぼ建築やんって思って見てました。えらいね。でかさ、最近さ、私眉毛の形が変わってきちゃったんですよね。眉毛の眉サロン、いろんなとこ行ったり、眉サロンでいろんな施術、なんか眉ワックスとかいろいろねしてたら、眉毛がこうキリッとした眉毛になってきちゃって、で前までキリッとした眉毛にさせたかったから加工で結構キリッとさせてたんだけど、最近は逆になんか眉毛が強すぎてちょっと違うかなって思ってきた。ちょっと困り眉にしたいですね。そうだから若干ね角度変えてます、加工で眉毛の角度。写真見せよ。あ、多分この写真さっきさツイッターにあげたんだけど、これも眉毛の角度を変えました。あと眉毛加工してます。眉毛結構加工してます自分の眉毛気に入らないんだよね、あんまり。整えてもらってるけど、写真で見た時になんか眉毛違うなってなっちゃうから。で今日セリちゃんが撮ってくれた写真です。これはレナッチさんの衣装でした。ハイテンションの衣装なんですけど、私はレナッチさんの衣装でした。早着替えすぎて早着替えだったで、なんか携帯にね、もうコンサートあるある、誰かさんの自撮りが。でもノーマルでこんな可愛いっていいよね。自撮りが何枚も入ってました。え、今日最終日頑張りましょうってことで差し入れが、もう本当にこれは氷山の一角です、この差し入れは。もうこの3日間チートデイみたいな生活をしてました。でこれは千織さんを撮るセリちゃんです。で今日あんまりねツーショット撮ってないんだよね。なんかあんまりめっちゃ下アングル。うどんかんとるありがとうございました。また出ます。また出ますはおもろい。あとね、動画もう一個ある。お団子です。これはし、お団子です。あ、嘘です。くまさんです。くまです。ゆずまほです。みんなが、みんなから一番好評だったね、くまさんが。3日間の髪型の中で
じゃーん。あ、見て、加工がヒュってなった。ここ強くないってか。これは遠距離ポスターです。嬉しすぎて、すいませんね。遠ポスいっぱい撮ってくれた、キョンが。あれ、私全身写真、あ、キョンがまだ送ってないのか。で、この衣装は私的にすごく好きな衣装なんですけど、これみんなね、ベタの衣装なんですけど、胸元にあのイニシャルが入ってて見えないんですけど、今格好取れちゃった、てか、そう、イニシャルが入ってて、で、なんかそれが、私は Y なので、ゆいりさんの衣装も Y だったんですけど、平田ゆきちゃんかわいい、尊い。なんか顔めっちゃちっちゃくて、あのビジュアルがつば抜けてた、かわいい。で、今日のオープニングは、オープニングの衣装で全然写真撮ってないんだけど、今日すごいなんかね、露出って感じの衣装でした。見えるかな、肌もう水着みたいだった、かわいい、ありがとう、拍手ありがとう、かわいい、ありがとう、めくるみちゃんありがとう。ベレー帽めっちゃ可愛い。あ、ベレー帽ファンの人もしや。わお、事故っちゃうよ。ありがとう。太田ゆきちゃんは私的に初めて見た時になんか油そば出てきちゃった、変なとこ、変なとこじゃない、ファンの人のプロフィール開いたら。太田ゆきちゃんは女優さんみたいな顔してるなって思う。なんか女優さんっぽい、かわいい、あの女優、なんか朝ドラとかに主人公で出てそうな子だなっていう印象です。私なんか元気そう全然今日初めてお話ししたけど、すごくなんか自分を持ってそうで、かわいい。くろみちゃんありがとうございます。とてもキュートですね。よし、じゃあ私はちょっとゆっくりお風呂に浸からせていただいてもよろしいでしょうか。楽しかったです、本当に3日間皆様ありがとうございました。楽しい時間を、またちょっとずつインスタ、ツイッターに載せていくのでチェックしてください。くろみちゃんイベントも協力してくれた人本当にありがとう、覚えてるよちゃんと、ありがとね、感謝です
ありがとう、達成できなかったけどありがとうございます。これあった、ランキング見ます。13位ドクタータケさん、12位翼欲しいさん、11位ヒロ、10位カネヤンさん、9位ケイさん、8位マサト、7位大輔くん、6位マン37さん、5位ハムちゃん、4位ダイちゃん、3位サイカちゃん、2位シュンチさん、1位アハシマさん、ありがとうございます。楽しかった、みんなもゆっくり休んでください。あったかいお風呂に浸かって、じゃあおやすみなさーい。